はい、こんにちは、龍神劇場です。ということでね、今日は、何をしていきますかと言いますとね、この前にね映ってる、動物さんね、ファンシーラットさんの、何ですか、掃除動画を、上げていこうと思っております。イエーイ。ということで、では本題に、行ってみましょう。皆さんレッツゴー。はい、ということで、今からねこの子を変えていこうと思います。はい、これねもう中めっちゃ汚いんでね、はい、この子がねファンシーラットです。はい、ということで今からね、水受けとか、いろいろ出してねやっていこうと思います。はい、ちょっとね、すごく汚い動画になりますが、ご勘弁くださいませ。はい、こんな感じでね新聞を丸めて、掘ろうと思います。まあこんな感じで、ちょっとねこれね一つね言い訳させてもらったら悪いんですけども、私ベッドの上でやってるんですよこれ。だからちょっとね撮影がうまくいってないと思うんですが、その辺はご了承くださいませ。はい、こうやってね全部、変えます。はい、こんな感じでね、ちょっとね、下手くそな撮影ですがご了承ください。はい、この子はねもう来てからねもう1年弱ぐらいになるんですかね、ここ来てから1年半かな、もう2年弱ぐらい、下手したらねもう2年ぐらい経つんかな、この子は。はい、2年ぐらい経って、いてる子でございます。1年半から多分ねもう2年ぐらい経ちますね、来てから。すごいでしょ。だいたいねファンシーラットの寿命がだいたい2年なんですよ。まあ誰に教えてもらったか言ったら、まあペットショップのプラザの人が言ってたんですけど、だいたい2年、はい、2年で、2年弱ぐらいでだいたい亡くなるみたいなんですが、まあうまくね育ったらだいたいは2年半から3年は生きるみたいですね。でもだいたい寿命的にはファンシーラットはまあこんだけ大きいねんからもっと生きるやろって思われるかもしれませんけど、長くて4年5年、まあね、でもなんて言ったんですかね、まあそこまで生きれるかとね、ね保証がねないんで、はい、ただただね、今日は皆様にねファンシーラットを見ていただこうと思いね、動画撮影させていただいてます。って言ってもねファンシーラットしか映ってないんですが、まあ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 こんな感じでねギレックしていって、最終はねこれこのほうきとねちりとり100均でね、毎回書いてます、これ買ってね。はい、これでね最終は取ったりします。こうやってね、はい、こうやってね撮ります。汚い場面ねばっかり映ってますけど、申し訳ございません。はい、まあこうやってね変えていくと、まあ変えましたらあとは、新聞紙をねまた入れていくんですよ。私の家はファンシーラットはね新聞紙にで、対応してます。はい、やっぱりね、カエアンとね、やっぱり虫がね、湧いてきます。まあ、簡単に言ったら、コバエとかね、やっぱり、餌の食べ残しのね、虫とか、まあ、こんな、
あのめっちゃお恥ずかしい話ね、あんまりね変えてなくて、虫一回湧いたことがあります。はい、ものすごい申し訳ないことをしてしまったなってその時思いました。はい、ということでね、そしてまあこれをできましたら次はね新聞紙を入れていきます。こうやってね、またはい、こんな感じでね、はい、新聞紙をね、入れます。はい、ちょっとね餌食べてはりますが、うん、はい、こんな感じでね、はい、うちのところはね新聞紙で、対応しております。ただね、この子の場合はね新聞紙を破いて家を作りやるんで、はい、もう新聞紙でね慣れてやるんで、新聞紙にしています。だいたいね普通の家だったらゲージとかに入れてるんですけど、この子ね、この子の場合はねちょっといろいろな事情がありましてゲージにね入れれないんですよ。まあまたねそれは詳しく動画アップさせていただきますんで、もし気になる方はそちらをご覧ください。はい、ということで一回ね、ここで動画を終わりたいと思います。ではまた後でお会いしましょう。ではバイバイ。はい、ということでねこんな感じで、終わりました。はい、新聞入れてね、ここに水入れてはい、餌はねまたフードなんでまた別でね餌は入れていきたいと思います。はい、どうでしたでしょうか。ファンシーラットはね白と黒のファンシーラットです。でこの子ね、この子はねオスです。はい、めちゃめちゃね長生きしてくださってますね。はい、これからもね、めいめいチャンネルをよろしくお願いいたします。では皆さんチャンネル登録コメント評価、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお楽しみに。バイバーイ。